厚生霊園は東京都東山都市にある立証厚生会唯一の公園墓地である。敷地の一部は武蔵村山市にまたがっている。1951年5月4日に会員各家の永遠に変わらぬ信仰心と先祖を敬う心を高めるため、明日とも理想的な墓地として地方から移住した信者や墓地の取得が困難な信者のために開園した。 1957年7月5日には、万霊区用島が除幕され、9月27日には、立正厚生元副会長である脇祖、長沼明光が埋葬された。1967年に無縁共同墓地が、1974年6月20日に、仏社利離島、納骨堂としての役割を持つ、聖霊殿が完成し、1994年11月22日に、 本堂が完成した。2000年10月1日に立正厚生会の開祖である2話の日経が埋葬され、2006年4月13日には2話の日経の生誕100周年を記念して墓所が建てられた。2013年5月31日から英体供養母として精霊殿の改築工事が開始された。2014年3月31日には英体供養母としての合志母。 光明寮の建造が開始され、4月26日には、精霊殿と光明寮が完成した。1994年に建設された霊園の中心となる建物であり、霊拝室や法事室が存在する。南側正面には本尊があり、ガラス越しに参拝ができる。毎日9時に土胸が行われる。 1>, 1階は休憩所、売店、管理事務所があり、2階には埋葬式や年期が行われる法事会場がある。海祖2羽の日経の埋葬式が行われた場所であり、京都から海祖様御墓所と呼ばれている。2羽の日経生誕100周年を記念して、脇祖様御墓所と同様に宝塔をかたどった石塔が建立され、2006年に建て墓式が行われた。 納骨室の底には、如来寺良品の社教である、教席が収められている。京都から、脇祖様ご墓所と呼ばれている場所である。脇祖、長沼明高の一周期に当たり立て墓式が行われた。海祖の新たな石塔根流により、石塔の正面に号が刻まれた。宝塔をかたどった石塔は、味石で作られ、納骨室の底には、生前好まれたとされる。 千葉県小港町台の裏の五色の砂が敷かれ、教石が収められている。北家教の教えに基づき、生きとし生けるすべての者のに、感謝の真心を捧げ、霊の成仏を記念するという目的のもと、1957年に建立された。建立から50年目に当たる2006年に、開祖の新たな石灯建立により再建された。供養塔の文字は、開祖。 二羽の日経が書いた文字を転写したものである。初代聖霊殿は1974年に、仏舎利塔、納骨堂として建てられ、中には、海祖二羽の日経がインドからいただいた仏舎利が、安置されていた。改築前は一時的な遺骨預かりとしての納骨堂として利用されていた。2014年に、英体区要望の中心的な供養や、 公明寮に収めるまでの納骨堂として新築された。本尊の像の環状と、英体供養母納骨者の改名を過去調に記載して、安置し、33回期が終わるまで供養が続けられる場所として利用されている。礼拝室、五方全英体供養の中心となる場所。英体供養母に収めた霊位の改名を過去調に記載し、33回期を終えるまで安置する。 地下納骨室、納骨団預かった遺骨を納める場所。それぞれに花の名前が付けられている。遺骨は公明寮に移す年のごとに分けられて納められている。永代供養母の遺骨を奮骨して納める場所。会長、庭の飛行が命名した。制作者は、イサムノグチのパートナーだった、泉正俊である。正面には、会長、庭の飛、工事機室の 光明寮が刻まれた航路が置かれ、左右に献花台が設けられている。周りには芝生、梅の木、桜の木などが植えられている。中心には初代精霊殿に安置されていた仏舎利が安置されている。地下は約5メートルの納骨室になっており、永代供養の遺骨を粉骨し、光明寮の中に収め土に返すことになる。霊園は想定では一気で、 1> 約一万体の遺骨を収めることが可能であるとしている。開園時、開祖、羽の日経の願いからすべての墓が東向きか南向きとなっている。ゆったりした環境で母参ができるように区画を広く設定している。5平方メートルの区画が最も多く、 3.3平方メートル、8.2平方メートル、11平方メートル、12平方メートルの区画も合わせて約7500区画の墓地がある。墓地には本堂で行われる土俵の声が流れる。清霊殿と光明寮を合わせて海祖、庭の日経、脇祖、長沼明光と共にそして永遠に山河に囲まれ。 産画に守られて眠るという願いのもと設置された。希望する人の遺骨を受け入れ、戒名を過去調に記載して、聖霊殿に安置し、供養する仕組みである。収蔵期間が終わった後は、最後は土に返すという教えのもと、分骨して、公明寮に合資する。一回期から三十三回期まで、霊園主催の合同年会期法要を行い、三十三回期が終わった後も、 光明両埋葬者諸精霊として、精霊殿に安置し、年に一度合同法要が行われる。ありがとうございます。